いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルジャガー XES をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントにしたスリット数箇所飛び石があり、左側に線傷とボンネットに数箇所飛び石がございます。左のフロントフェンダーに数箇所線傷と左右のサイドスカートにそれぞれ線傷があり、左フロントのドアパネル部分に線傷と左リアのドアパネル部分に数箇所小さな傷がございます。右リアのドアパネル部分に数箇所線傷と、リア2本のアルミホイールにガリ傷があり、リアバンパーに数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約2万6000キロと低走行なお車です。外装色はセレスティアルブラックメタリック、インテリアはブラックとホワイトのコンビハーフレザーシートが採用されております。ジャガーが誇るコンパクトスポーツセダン XE でございます。こちらのお車は上級グレードの XES でございますので、高い走行性能を発揮する1台です。またシートヒーターやメリディアン製のスピーカー、オプションのサンルーフをはじめとする快適装備も充実しております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター V6 スーパーチャージャーエンジンが搭載され、最高出力は340馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されております。またマフラーは2本出しのマフラーが装備されており、力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体十分な容量確保しており、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックとホワイトのコンビハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト下のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。
後部座席に関しましてもフロントと同様目立った使用感はなく綺麗な状態を保っております。ヘッドクリアランス、レッグスペースともに広く加工されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2016年モデルジャガー XES をご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万6000キロと低走行なお車です。高い走行性能をお楽しみいただける XE の上級グレード XES でございます。340馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、軽快なスポーツ走行を楽しみいただけます。またシートヒーターやサンルーフ、メリディアン製のスピーカーをはじめとする快適装備も非常に充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。